理事会の吉田です。議長のお許しをいただきましたので、本日は特別支援教育の支援体制の現状と今後の対応について、福祉避難所の体制と周知についての2件について質問させていただきます。一問一答でお願いいたします。まず1件目の特別支援教育の支援体制の現状と今後の対応についてお伺いします。教育再生実行会には今春、すべての子どもたちの能力を伸ばし、可能性を開花させる教育へと題する第9次提言をまとめました。ここでは、多様な個性が長所として肯定され、生かされる教育への転換を求めています。特に注目されるのは、障害のある子どもたちへの教育への充実を挙げていることです。義務教育段階の子どもは減少しているにもかかわらず、特別な支援が必要な子どもたちは増加傾向にあります。平成27年5月現在、約36万2000人が2000人で、全体の 3.58% を占めています。この数字は特別支援教育への支援が喫緊の課題であることを示しています。提言は、発達障害の早期発見、対応の仕組み作り、学校での個別カルテの作成と引き継ぎ、市・区町村における教育、福祉、医療、労働分野の連携整備など、さまざまな取り組みを求めています。特別支援教育コーディネーターの専任化や、支援員の配置促進など、人的な支援体制が急務だと指摘しています。特別支援学校における免許の保有率は、平成26年度において 72.7% です。4人に1人が免許を持たずに指導に当たっています。小中学校の特別支援学級は、特別支援学校教諭の免許を保有している割合は 30.5% に過ぎません。専門的な知識を十分持たない教員が指導しているのが現状です。特別支援学校学級には、新規採用者が配置される割合が高いそうです。通常の学級にも障害のある子どもが在籍しているため、各学校は子どもに寄り添った研修を継続していただきたい。大学での教員養成課程にも課題があります。現行の教職課程には、特別支援教育に関する科目が位置づけられていないからです。特別支援教育について、専門的な知識を体系的に学ばないまま、配属されている教員が多く、関連科目の必須化など、制度改革が求められています。提言は、特に優れた能力をさらに伸ばす教育の必要性にも言及しています。これまでの学校は、学力の底上げを図るために、学習に遅れがちな子どもへの指導や支援に多くのエネルギーを割いてきました。リーダーシップを育てる教育は必ずしも十分でなかったようです。多様な子どもたちへのきめ細かな指導には、学力はもとより、芸術やスポーツ、趣味などあらゆる分野で、その子どもの持つ優れた能力や得意分野をさらに伸長させることも必要です。リーダーシップ教育は、これからの社会や各分野の担い手を育てるものです。子どもの多様な個性が生かされる教育を充実させるには、学校や教師の努力が必要ですが、それだけでは十分ではありません。提言の内容を実効性のあるものにするには、人的なサポート体制を整備することが何より重要だと言います。勝山市として、障害のある子どもたちへの教育の充実において、特別支援教育コーディネーターの専任化や支援員の配置促進など、人的な支援体制について、現状と今後の対応についての財政的措置をお伺いします。先ほども申しましたが、大学での教員養成課程にも課題があり、現行の教職課程には、特別支援教育に関する科目が位置づけられていない現状ですが、勝山市における小中学校の特別支援学級では、
特別支援学校教員の免許を保有している割合はどのような状況でしょうか、お伺いいたします。梅田教育長。特別支援教育の支援体制の現状と今後の対応についてお答えいたします。まず人的な支援体制の現状については、主に通常学級に在籍する特別な支援が必要な子どもたちの教育の充実のために、県費による特別支援教育非常勤講師2名、通級指導担当教員3名の配置に加え、私費によりまして特別支援教育支援員9名を雇用していただき、きめ細かな支援を行っているところでございます。また特別支援学級に関して、勝山市においては今年度、学級担当教諭のうち特別支援学校教諭の免許状を保有している教諭の割合が、議員の紹介されました全国割合の2倍以上になっておりまして、専門的な知識を持って児童生徒の個性が生きる教育に当たっております。さらに各学校で特別支援教育コーディネーターを指名し、当該教員が教育機関で研修を受けながら学校全体での支援体制を充実させているところであります。今後もより個に応じた特別支援教育を推進するための体制充実に努め、教育再生実行会議の提言にあるような、すべての子どもたちの能力を伸ばし可能性を開花させる教育を目指してまいりたいと考えております。3番。どうも答弁ありがとうございました。障害のある子ども、大人、すべての人を差別しない社会にしていくとして、今年4月1日に学校教育をはじめ、社会のあらゆる分野が対象となる障害者差別解消法が施行されました。障害がある子と障害がない子が共に育ち合う、インクルーシブ教育の理念を背景に成立した障害者差別解消法で、文科省は、障害を理由に小学校への入学を拒むことは不当な差別に当たるとしています。今、お聞きしまして、勝山は県内でも一歩進んだ特別支援教育の充実を図られていることに安心しました。今後はより一層全国に先駆けた特別支援教育の充実を図っていただければと思います。よろしくお願いします。次に2件目の福祉避難所の体制と周知についてお伺いします。福祉避難所とは、1995年、阪神・淡路大震災を機に始まった制度で、要介護の高齢者や障害のある人、児童や妊婦など、特に手当の必要な災害弱者に対する機能を備えた避難所のことです。要介護の高齢者を受け入れる福祉避難所は、多くの場合、特別養護老人ホームやデイケアセンターなどの高齢者福祉施設と自治体などが協定を結んで開設します。ただ、コンセプトは良いのですが、まだまだ未熟な制度だそうです。高齢化率 26.7%、国民の4人に1人以上に当たる3392万人が65歳以上の超高齢化社会に突入した日本。誰もが親や伴侶、親類縁者の中に1人や2人、介護が必要な高齢者がいておかしくありません。4月に発生した熊本地震において、あるご家庭の方の記事を目にしました。親父を連れて避難所生活をするのは無理と不安を抱えながら、自宅に戻ることを決意しました。立て続けに最大震度7の揺れを見舞われ、最初の地震から2週間で余震が1000回を超える中、なぜあえて自宅に戻ったのか。2回目の地震の後、女房と一緒に親父を車に乗せて一度は避難所に行ったんです。
私たちはどうにか入ることができたんですが、驚いたのはその翌日、1回目の地震で倒れなかった家も、2回目で潰れて死者も出たというので、自宅でいるのが怖いという人が殺到し、あっという間にぎゅうぎゅう詰めになって、息もつけませんでした。避難所からは人があふれて、親父くらいの年齢の車椅子のお年寄りが、吹きさらしの外廊下で、毛布を抱えて空を見つめていました。助けたい気持ちはあっても、みんな被災していますから、場所を譲ってしまったら、自分たちの居場所もなくなるんです。地震前は認知症といっても、まだぼんやりとして、さっき聞いたことを忘れている程度のものだったんです。それが突然、帰ると叫んで、女房の頭を叩いたんです。今は耐えてくれと言っても、人が変わったようで、全く通じませんでした。しばらくすると収まりましたけれども、みんな風呂にも入らないから、日が経つにつれて、どうしても避難所の人臭さが充満してくる。もう親父と一緒にここにいるわけにはいかないと、自宅に戻ることにしたんです。ひとたび大震災に見舞われれば、介護が必要な高齢者や、介護をしてきた家族も、それを支えてきた医療関係者や、介護ヘルパーの人々など、同時に被災者になり、追い詰められる、そんな状況下で、被災弱者と呼ばれる高齢者が、まず犠牲になっていきます。2011年の東日本大震災では、揺れによる建物の倒壊や津波など、地震による直接の被害ではなく、その後の避難生活や観光の激変で命を落とした震災関連死での死者数が2015年末で3407名です。そのうち66歳以上の高齢者は3018名で全体の 89% を占めています。ここからは熊本県認知症コールセンターの相談員の方のお話を紹介します。熊本地震の直後1ヶ月では、普通の相談件数の2倍に上る電話をいただきました。家族の認知症が悪化したようだというお話も多かったです。落ち着きがなくなって、出たり入ったりする、トイレの回数が増える、大声を出したりする、けれども介護している家族の皆さんも被災して大変です。普段は優しく介護している方でも、心の余裕が持てなくなる。被災後、10日もすれば疲弊して、大声で叱ってしまったり、突き放した対応をしてしまうこともあります。こうしたことで、一旦避難所に行ったけれど、結局は多くの家族が車中泊をしたり、物が散乱して寝る場所もない危険な自宅に戻ってしまうケースが多いんです。要支援や要介護、認知症のご家族がいる場合は、まず、地域のケアマネージャーさんの方々のサポートが力になります。今回の熊本地震でも、ケアマネさんがどこのどういう方がどういう状況なのか、すぐに調べているんです。要支援とか要介護の方には、日頃から地域包括支援センターなどとのつながりがあります。ですから、そういった人たちと災害時の対応について、どうしていくのか、積極的に提案をして、よく話し合っておくと良いでしょう。さらに、ポイントとなるのは、地域の福祉避難所がどのような体制になっているかを把握しておくだと言います。地域によっては、福祉避難所の位置づけが曖昧なところもあるようです。高齢者も、妊婦も、障害を持つ人も、すべて一緒というようなところもあります。また、特別養護老人ホームや、デイケアセンターの場合、いざ災害が起きたときに、費用はどう負担するのか、必ずしも費用、介護を必要としない一般の人が入ってきたらどうするのか、いろいろな困難が考えられます。施設側も、まだ実際に起こることを想定しきれていない部分があるそうです。熊本地震でも、福祉避難所の現場は混乱があったそうです。福祉避難所になった特別養護老人ホーム等は、いろいろな設備が揃っているので安心だろうと、まず近隣の住民の方が避難してきます。そのために
本当に福祉避難所を必要とする高齢者や障害のある人、認知症の方を受け入れる余裕がなかったという事例もあります。そこに行ったけれど、やっぱり落ち着けなかったという状況がありました。余震場福祉避難所にうまく入れたとしても、何の困難もないなどと甘い考えを持つことは禁物で、福祉避難所の中でもさまざまな問題を被災者とスタッフが乗り越えていかなければなりません。例えばお風呂です。福祉避難所でも、職員はもともとの入居者の援助で手一杯、外部から避難してきた人の入浴介助は派遣されてきた人が付きっきりでやらせないといけない。すると、その施設の機械浴、これは手足の不自由な人が湯船に浸かれるような器具を備えたお風呂のことです。その機械浴の使い方を知っているかが問題になります。使い方の分かる人を確保できなければ、お風呂に入ることはできません。課題は山積していますが、まだ公の制度が未熟な以上、他力本願にどうにかしてくれると思っていても、災害弱者になった家族を守ることは難しい。ケアマネージャーなどを通じて、地震時に万全な体制を作られているか、地域の介護事業者などに確認し、自らも働きかけていくしかないのが実情です、と話しておられました。幸いにも、勝山市においては、大きな災害が発生していませんが、勝山市が協定している災害弱者に対する機能を備えた避難所はどこかお伺いします。また、それらの施設において、真の福祉避難所としてどのような体制になっているのかお伺いします。合わせて、それらの施設に一般の方々も避難してくる場合も想定されますので、どのような対応を検討されているのか、また、どのようなお方が避難されてきても入所を拒否することはできないと思いますので、事前に市民の方々へ、福祉避難所とはどのような位置づけであるか、周知されているのでしょうか、お伺いいたします。上出総務長。福祉避難所の体制と周知についてのうちの、勝山市が協定している災害弱者に対する機能を備えた避難所はどこかについてお答えします。勝山市は現在、独立行政法人、地域医療機能推進機構、福井勝山総合病院をはじめ、社会福祉法人、九頭竜厚生事業団、社会福祉法人、勝山高寿会の殺気園、社会福祉法人、勝山福祉会の桜荘、社会福祉法人大日園、医療法人竹東病院の6法人に対して、災害発生時における福祉避難所の設置運営に関する協定を締結しております。これらの6法人の施設数は、介護・障害者施設等旧施設となっております。そのほかに、勝山市の指定避難所として、健康福祉センター健やかと、勝山市体育館、ジオアリーナを福祉避難所として指定をしております。勝山市では、平成23年に発生しました東日本大震災において、陸前高田市が設置する福祉避難所、おいで住の家の開設運営を行い、約1ヶ月間にわたり、合計37名の市職員を、また先ほど申し上げました協定を締結している法人からも、25名の職員を派遣していただき、福祉避難所の運営に当たりました。その経験から、福祉避難所の重要性と運営の難しさを肌で実感しております。今後、当市において大規模な災害が発生し、福祉避難所の開設に至った場合には、この経験を生かし、市職員と協力をいただける社会福祉法人の
職員との連携した避難所運営ができるものと考えます。次に、福祉避難所に一般の人も避難することも想定できるので、事前の周知はどのようにしているかについてお答えします。勝山市では福祉避難所を周知の前に、説明の順番として最初に指定避難所について周知することから始めています。具体的には、昨年改訂版を配布した洪水土砂災害ハザードマップで指定避難所を記載したり、各地区の防災教室等で説明しております。そして指定避難所について説明させていただいた後に、福祉避難所とは指定避難所等で一般の方と同じように避難生活を送ることが困難な方に避難していただく施設であるということを説明しております。具体例といたしましては、先日行われました立川区での防災教室では、立川区の指定避難場所は立川第一公園と立川第二公園、清木南小学校のグラウンドで、指定避難所は清木南小学校体育館ですと説明させていただいた後に、福祉避難所はあくまでも災害弱者のための避難所であり、一般の方は指定避難所へ避難していただくということを説明しております。これまで市内すべての地区で説明会を開催したわけではございませんので、今後も福祉避難所はあくまでも災害弱者のための避難所であることを周知してまいります。その他にも、毎年避難行動用支援者登録時の配布ファイルには市内の指定避難所の一覧も同封しており、避難行動要支援者として登録された方の個別支援計画には、地区の避難先、体育館などの市指定避難所を記載するなど、周知を図っています。ただ、議員ご指摘のように、災害時には住居の近くに福祉避難所がある場合には、その福祉避難所に直接避難してくることも予想されますが、福祉避難所はあくまで二次避難所としての位置づけであり、一般の方を受け入れてしまうと、福祉避難所に避難すべき方々の行き場がなくなるため、平時の啓発活動の中で、福祉避難所は指定避難所等で一般の方と同じように避難生活を送ることが困難な方に避難していただく施設であることを十分に周知することが重要です。各地区での防災教室や、毎年年度当初に行っている各地区への避難行動要支援者登録の機会などで、すべての市民の方は、まずは指定避難所への避難をするよう周知し、合わせて災害時には、区や自主防災組織を中心とした自助・共助の取り組みを啓発してまいります。竹内健康福祉部長。福祉避難所の体制についてお答えします。先ほどの答弁にもありましたが、福祉避難所は一時避難所である地域の市指定避難所では対応が困難と判断された方を一時的に収容するためのものであり、二次避難所として位置づけております。また、福祉施設に入所していない方が対象となり、専門的なケアを要する障害者、難病患者、高齢者等については、協定している民間の福祉施設など、専門施設への緊急一時入所等の対応をお願いし、人工透析患者、傷病者など医学的処置が必要と判断される場合は、安全が確認された医療機関へ速やかに搬送することになります。したがって、福祉避難所はあくまで二次避難所であり、一次避難所である指定避難所で他の避難所と同一の避難生活が困難な方の一時的な避難所としております。市の指定避難所である
勝山市体育館ジオアリーナでは、アリーナの部分は救援物資の集積場所としており、福祉避難所のスペースとしては、体育館の2つの部屋、健やかではホール2つと5つの部屋をしており、指定しております。これらの部屋には避難者の身体や精神の状態に配慮し、あえてそれぞれを区別して、ホールや部屋の中を区切り、避難スペースを確保するなどの工夫をして運営をしていくことになります。福祉避難所の体制については、福祉児童課が中心となり、健康福祉部で担当しますが、災害の規模に応じては、職員だけでは対応が困難となるため、市内の介護施設やボランティアにも応援をお願いするとともに、早期に県に対しても、介護スタッフ等専門職やボランティアの派遣について要請し、人材確保に努めたいと考えております。3番。どうも答弁ありがとうございました。午前中の田中議員からも発言があったとおりですね、いろんな災害が起きると、想定外だったというのがどこの自治体でも出てくる話ですが、これは残念ながら、いつ、どのような規模の災害がどこで起こるか誰も予想できないのが現状です。想定される災害の予防策は行うことができると思いますので、不幸にも災害が起きた場合、現場もそうですが、要介護の高齢者や障害のある人、児童や妊婦など、被災弱者の方々はじめ、市民の方々の混乱が最小限で済むよう、周知徹底していただければと思います。本日はどうもいろいろ答弁いただきまして、ありがとうございました。以上で私の質疑を終わらせていただきます。